皆さんこんにちは、クレハです。いや昨日ねやっとね、先日のイオンコラボのねグッズの動画を撮ったところなんだけど、なんかその時にね言っとったんやけど、東京駅のコラボのグッズもこのね今日10月31日にやねんけどな、今日届いて、もうなんかテンションがまたね爆上がりしとるわけですよ。昨日なんかおとといただしてもらってなんだねーみたいな感じでしょってのに、もう供給がもうすっごい多くて、今も私は今月誕生日だったわけじゃん、誕生日がいっぱいなんかこうもらえた感じで、今日の自分やねんけど幸せをたくさんもらえた感じがもう嬉しいよ。というわけで東京駅コラボのやつグッズ何を買ったか紹介していこうと思います。アクリルキーホルダー全3種買いました。これさ、なんかもうちょっとちっちゃいんかなって思ってたらさ、意外とさ大きくて、これまた出してしまったらカバーのサイズに困る大きさですね。言っちゃ大きさ大きくてめっちゃいいねんけど、アクリルカバーキーホルダーのカバーに多分入らへんやろなっていう感じのやつですね。でさ、こう善一くんさ、あれなんですよ、このさ後ろのさここに乗っとる善一くんはさ髪手がさこうこんなんなってんねんけど、これはねなんかこうこんなんな帽子の後ろに手がいっとってさ、これ新しいよな、手後ろにいってんのめっちゃ新しいよな、すごい可愛い手ね、こんなんなってないんだよ。後ろに行ってんだよ。あ、で、ずっとここ見せてしゃあないねんけど、ここな、これな。こうなってんねん。めっちゃ新しいなと思って、これもう買いやろう思って、もうこのアクキーは買いました。もう買うしかなかった。ね、キャリーちゃん。キャリーちゃん今回お手手が、お指がね、なんかこう。3つポンポンポンってついてんね、肉球がポンポンポンって、かわいいね、猫といえばもう肉球は外されへんからね、これがねこれなんかこうこれがピャンみたいになってて、もう本当にでも猫がかわいいからさ、めっちゃかわいい、もう本当にこいつめっちゃかわいい。でマイッキーはなんかこうあれかな、既存の今までのねよくある既存のイラストに帽子をかぶってる感じで、でねちょっとねここをちょっとここねこうファンとしてね欲を言わせてもらえれば、帽子も可愛いねんけど服もね、服も駅員さんにしてもらえたらもうこれはもうやばかったと思いました。プラス500円とかでもいいからさ、同じポーズでもいいからさ、かっぱ寿司の時みたいにさ、なんか駅員の洋服とか着てくれとったらめっちゃより良かったわってちょっと思いながらも、いやもうこの帽子には勝てんと思って買いました。3種類めっちゃ可愛い、かっこ駅員ってなっとるの、めっちゃなんか職業体験って感じだよね。なんか制服は着てないけどこう帽子だけでこう職場体験してるみたいな感じで、めっちゃ可愛い、職場体験とか懐かしいな。どうでもいい話をしてしまった。次に紹介するのは缶バッジ2種類です。はい、じゃじゃーん、これは大きさは何ミリかな、50 52ミリぐらいのやつかな、100均とかに売ってる缶バッジカバーかけるのにちょうどいいサイズになってます。でもさ、ほらこっちのさ善一くんはな手がなこんなんなってんねん、もうアクキーと違うデザインにしてくるとかほんまにこう最高の卑怯よな、可愛すぎるやろ、買うしかないって、そんなんポーズがな、こんなんなっててもこんなんなっててもポーズが違うのはポーズが違うからや。えらい力説しよるけど。でこっちはさ、なんかこう電車に乗ってお客さんって感じでさ、これさ、シンプルイズベストいうのはめっちゃさ、このシンプルさがえらい可愛いねんけど。ね。なんかこう、なんとなく、なんか、某の幼児向けアニメって感じのさ、ほんまかしたイラストっていうのかな。めっちゃ可愛い、これ。もうちょっと絵柄大きくしてくれたら嬉しかったかな。なんかもうさ、欲望に欲望を重ねる女やからな。しゃあないね、だってさこんだけさ可愛いもん突き詰めてもいやまだ可愛くなれる要素があるっていうところを見つけてしまったらさ、ここはファンとしてやっぱり一言ちょっと言うておきたいところではあるやんか。
いいのけどな。いやこのほのぼのさが可愛いやな。しかもさこんだけこんだけスペース入っててマイゼンの名前一つ入っとらんて、いやー絵柄を見せるデザインとなっております。こっちもこっちもそうやね。でこの後ろのドットがめっちゃ可愛いやな。このさこの色のさこうちょっとさ本人たちの色よりちょっと薄い感じなのかな、ちょっと色がさ薄い感じのさやつでこのドットになってるっていう背景、うち結構めっちゃ好きやねん。この柄背景柄にイラストを合わせる組み合わせのグッズ今後も増えたらちょっと嬉しいなって思ってる要望もどんどんね伝えていくスタイルじゃーん、こちらがアクリルスタンドです。もう全部透明な背景のプレートになってるんですけど、捨てられない要素がねここ1個とついております。このほらクレジット見てください。クレジットがウームじゃなくて前前になってるんですよ。いやこれは捨てられないでしょどこ見てんのって感じ、気持ち悪い、どこ見てんのって感じやけどね、クレジットが前前になってるのでね、これはねいくらね透明とはいえ、でもしかもここもさほらここも別にさあれやね、印刷さされててさ、でもかといってあれなんよね。いやこれはさ組み立てられへんな、そもそもな。でなんかうちなんかほんとこれが1個1500円が3種類あるんかなって思ってたんやけど、なんか実物はこういう1個のプレートに3人おるみたいな感じでした。で大きさがね結構さちっちゃくってさ、うん、これかな、これトマトの時のアクスタやってんけど、比較してみてもなんかこうトマトよりかはちょっと大きい小さいとは言われんよな。一個だけやからな。背景があるスタンドでもないから。でもさ、ここのさ、なんかこう、歯車みたいなさ、こう見えるかな？この歯車みたいなさ、ギザギザしとるのあったらさ、なんとなくこれさ、左右なんかこう、組み合わせたりできるのかなみたいな、ちょっと思ってるんやけど、これは、このまま、飾りたいと思います。組み立てずに。だってこのさ、この透明なプレート。ね、こうさ、アクスタのさ、ここさ、捨てられへんよな。どう考えても。って思ったら、そうだな。この、この部分。この部分がちょっとあれなので、ここに、なんか背景素材かなんか作って、はがき印刷して、後ろに入れて、ここに、飾りたいなと思います。うつんねー、ここうつらない。やばいね。でも、めっちゃさ、紹介早すぎんよな。もう最後やねんけど、待望のアクリルタンブラー。アクリルタンブラー？うん。スクエアタンブラー。これもなんかめっちゃシンプルで、本当はさあれやってカラーペン、まさかさペンケースが出るって思ってなかったから、もう最悪このタンブラーにこのなカラーペンここに入れようかなって思ってて、結局ペンケースがさ出てしまったから、これなどうしようかな。なんか可愛い、せっかくさ透明だしさ、なんか中身が見える可愛い使い方とかしたいよね。ビー玉とか、なんかラムネのビー玉絶対多い、このなんかビー玉とかさ、ここにさくるるるるっていっぱい詰めたらなんかめっちゃ可愛い感じになるかな。あ、グリーンとか入れたらいいんかな、なんか草のやつね、下ビーになんかちょっと可愛い飾り方考えてみます。なんかもしできたらあれするショートとかで動画出します。いやんかわいい、ちょっと傷入んねんこれ、こんなんずっとしとったら、まず一旦どっかにちょっと飾りたいよな。ちょっとりあえず
見えへん。透明すぎて、今回グッズがいろいろ透明すぎていろいろ見えへんけど、もうめっちゃ東京駅めっちゃ嬉しかったで、あのね、ね、例によってさ、お知らせが来たのがさ、仕事中でさ、で、でも相変わらずその動画でも前の動画で言ったみたいに、あの相変わらずなんかこう我を忘れて購入しよったもんやから、あーっつっても仕事中、あとなんかそう仕事中にお知らせがーとかってやっとったもんやから、でね。やっててもうハンカチを買い忘れてもうてな。ただまあもう総柄やったし、一応グッズで柄が揃っとるから、まあ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 、まあ、ハンカチはもうちょっと今回そのまま諦めてもいいかなと思って、なんかよほどなんか欲が爆発しない限りは買わないかなって思います。相変わらずね、買うもの買わないものちゃんと決めて、お金、お給料の範囲の中で買い物しておりますので。というわけで、東京駅グッズの紹介でした。いやー、これからまたね、あれだね、この辺飾って、カラフルになるわ。前のグッズカラフルやから、本当に部屋が可愛くなんねん。というわけで、東京駅コラボのグッズの紹介でした。本当に通販あってよかった。